へえ、あんまりにも呼び声がしつこいからいやいや来たけど、お前すっごい嬉しそうじゃん。その物欲しそうな目に免じて契約してやるよ。私はプリテンダー、ケットクー・ミコケル。見ての通り、最新のミコ様だからな。 今までみたいに気軽に話しかけるなよ。壊していいおもちゃがいるんでしょいい刺激になりそう。召喚はされたけど、仲間になるのは別の話。私は自分の好きなものにしか従わない。ま、好きなものは逆に従わせるんだけど。 マスターとの関係おもちゃにするのは違うんだよな。あ、羊お母様みたいに便利な羊を育ててみるか。み、み、見た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 お母様、いえ、モルガン陛下の神々しいお姿を。 のんびりしてないで写真撮ってきて。いつかみたいに。私は本の表紙デザインね。このグラビアを、ヌンノス教の聖典にするバーゲストのやつ、ここでも他人の世話かよ。つーかメイドかよ。案外似合ってるじゃねえか。ま、いいけど。 ビーチで私たち三騎士が揃うことはなさそうメリュジーヌはスポーティーな水着で来たか直球だけど悪くないあいつ黙ってればマジ美少女だしま水着になっても空気読めないのは変わらないからライバルにはならないかへえ 田舎妖精にしちゃ似合ってるじゃん。素肌さらす勇気がなくて、いかにも青春気取りのパーカーだと思ってた。祭りにはダンスも音楽も必須だしな。お前、今度森に来いよ。遊んでやるから。人間への怒りと復讐に生きる狼。 お前は強いな、ロボ。怒りはそんなに続くものじゃない。その姿を維持するために、どれだけの記憶を巻きにくべてるんだ、お前。クロエってサーバントいるだろちょっと紹介してくれないソリッドでシャープで、その上で愛らしいデザインに溢れてんだよ、あいつ。 同じ属性してるから話も合うだろうし。んあいつサケバスだろ私ヴァンパイアだぜ。血を吸う怪物にも種類があるわ。私はただの血を吸う妖精。あれはなんていうか、血を吸っちゃうと世界が滅びる系の怪物。 一緒にしないでね。好きなものは洒れてるデザイン。今回は立体物だけじゃなく、平面にも凝りたいの。嫌いなもの弱っちいくせに無駄に度胸あるやつつまりお前な願いが叶う聖杯。 あるなら出せよ。お前、私のマスターなんだろなら捧げ物くらいちょうだい。特別に、それでチャラにしてあげるから。イベント周りは他のサーヴァントと行けば私、幸せそうな空気、吸いたくないから。 部屋に来てやったからって友達感覚、やめてくれる最新のミコは正体不明のミステリアスな存在なの。あんまり話しかけないように。なんか相性いいんだよな、この毛皮の帽子。被ってると、いつもしてる頭痛が消えるんだよ。便利なんだけど。 これでもう少し可愛ければな。頑張ってきた努力を当日灰にする。希望に満ちた心を真綿で締めるように窒息させる。それが最新の巫女の役割。怖いでしょ試験当日に風邪をひきたくなければ、せいぜい私を恐れなさい。 だから、友達感覚で話しかけてくんなゴミクズ。妖精がどれだけわがままで考えなしで残酷か知ってるでしょ些細な会話でも何が地雷になるか。お映画ホラー各種用意したバカそれ早く言えよ全部見たら朝になっちゃうじゃんか は <laughs> りずにコミュニケーション励みやがって。バカには何を言っても無駄だった。どうなっても知らぬ。<laughs> それとも、私の金銭にバシバシ触れてシールにされたいとかなぁんだ。それならいつでも言えばいいのに。マスターだもの。特別性にしてあげる。 ミラーコート加工にして何度でも遊べるおもちゃになるの。決定な。バーバンシーとはいろいろあったけど、彼女も他の妖精騎士同様変わってきているんだね。それとも今のが素なのかな今なら一緒に創作活動できる気がする。あの着ぐるみはよくわかんないけど。 今、ケルヌンノスっぽい妖精が歩いていませんでしたか結督、ケットクミコケル。知らない名です。反人類史にはあんなに変わ、い,いえ、珍しい妖精がいるのですね。我が娘用に、ロイヤルスイートを用意したが、森の奥に引っ込むとは。とはいえ、 新しい趣味を見出したことは良い。呼び戻す愚は犯さぬ。犯しませんが、少し様子を見てくれませんか。おかしな方向に舵を切っていないか、多少心配です。いに発見叩いて潰して、プリントアウトにしてあげる。 <laughs> うわ、てーのー平熱ある最新の巫女に勝てると思ってる祭りだろちゃーんと時間をかけて遊んでやるよ。あ、いたの薄すぎて気づかなかった。へえ、次はこれ、やってみるか語彙力、語彙力、と。 何お持ち帰りされたいわけめっちゃくちゃにしてやるよ。怖いなら逃げちゃえばお祭,りお祭り、お祭り一緒に来る腕の見せ所いいじゃん。皆殺しってことでしょどうなってもしーらない フェスなんでしょシンボルになってあげる。ミコノスそらあげるもげろもげろ素材、いただきほーら、ぺったんこを目障り邪魔者不良品ケル、ヌン、ノス そこ出ろ足元なふっはっ鋭く美しくま貰もらっとくかはっさげなーいダンだん、バーカ雑魚にはもったいないけどな見せ物にしてあげる あれさっきまでの威勢はどうしたのま、震え上がるしかないか。脳みそまでかき回してやるよ。イースター・フェイル・ノート言ったでしょ最新の巫女だって。ほら、見てよ、見なさいよ誰が正しいか教えてやるケット・クッケルヌンノス 惨めなザコ虫発見駆除しちゃおうっとほーら、一匹も逃げられない。ゴミは底なしのゴミ箱に。ねイースターフェイルノートやめ帽子取れんだろういたザコが生きりやがって最新の巫女の力こんなんじゃねえからな おい、バトル終わったら私のとこに来て、埋め合わせな。手応えなーいま、私が本気出したんだから当然だけど。チッ、シールの素材にもならないじゃん。こいつらセンスなさすぎ。自分の仕事わかってるじゃんか。 次も早くな、ね、<laughs> 強まってる強まってるさっすが私、クラス変えても才能あるああ、うん、下心じゃないみたいね私最新のミコなのに変なやつ 《なんだよその顔私がおとなしめの服着るのおかしい?》最新のミコは疲れるんだよだからたまには気を抜かないとやっていけないの分かったら紅茶の用意しろお前の分も入れていいから。 改心したり、反省したりするわけないでしょう。私は何も悪くないんだから。これはスタンスの違いよ。夜は人間の街を襲うミコケルで、昼は森の家で魔術を学ぶバーバンシー。どっちでも妖精らしいでしょう。アーチャークラスの私は、 呪いのハンマーで相手を串刺しにしたけど、今の私は一味違うわ。どう違うか知りたい知りたいでしょう嫌 <laughs> がっても教えてあげる。この魔法のハンマーで相手を生きたままぺしゃんこにして、シールにしてやるの。 惨めで哀れでどうしようもなくって、もう最高に笑えるんだからシールにするのは簡単なのに、その他の魔術は全然上手くならない。もしかして私、相手を呪うことしかできないタイプなのかな願いを叶えてあげたいのに。 必ず不幸にする猿の手、みたいな。ああ、疲れた。ちょっと休憩。あ,あなんで息抜きのタイミングでバッチリ飲み物持ってくるのこいつ。おい、勉強の邪魔をしたらどうなるか、わかってんな 本のしおりにするからな。読みたい本、学びたい術は山ほどある。雨の国の魔女は十年で、一万冊以上の魔道書を読んで、記憶したそうよ。私とは物が違うけど、追いかけることに遅すぎる、なんてことはない。なんてね。 凡人地味た言い草。一体誰に影響されたんだか。まだ読みたい本があるんだけど。まあ、いっか、すぐ終わらせれば。たまには体を動かさないとね。割と実践派だったらしいし、雨の魔女。シールよりしおりにした方がウケそう。本のおまけにしておくか。 へえ、その手があったか。読書中、空気読んで。ここの展開、エモすぎんだろ。負けない、とか思ってる頭悪そう。ならいっか。痛いの、耐えられるいいよ、嫌いじゃない。ふーん、ふーん。 パキッとしてるね。宝具使うのちょっと待って、準備するから。仕方ないな。メガネを外してっと。いっそ私がケルヌンになっちゃえばいいのにね。はいっと。お願いもったいないけど。シュリンクマジカルハンマー はあばあばあしザーこ、ザーこ、ザーこほら起きてもう、ふもふスピンカット静かにできない気分はどうふふ、<laughs> みっともなーい図書室では静かにね ぬいぐるみになっちゃえばボツ、ボツ、出て行くダメ、やめて泣いた。ごめんなさい。期待に応えられなかった。次は頑張ります。魔女を名乗るには勉強不足でした。もっとたくさんの呪いを覚えなくっちゃ。 完全勝利、おめでとう。報酬は長編小説十冊でいい。すぐにね。少し物足りない。もっと暴れたい。後であなたの部屋に行って、いいいいの強くなったらますます手がつけられなくなるんじゃない 戦いより読書よ。雨の国の魔女の弟子なんだから。まだ目標だけど。くそ、相変わらずイライラス。でも、忍耐忍耐。魔術で田舎妖精には負けられないからな。 何でもない、何にもない。でも特別な時間。こういう日が続けばいいのに。あ聞こえた今聞いてたく、<laughs> 必殺の見かけるハンマーで、ここ一時間の記憶を消すしか 私と呪いは切っても切れない関係だけど、呪いに振り回されるなんてダサかった。見ていてマスター。呪いを持って呪いを破る。それが今の私。申請した妖精騎士トリスタンの姿を、その目に焼き付けることね。 この姿の時は騎士として振る舞います。マスターもそのように対応してくださ。あお前、今笑っただろ。やっぱ無理。そのにやけ顔見たら殺したくなった。お前相手なんて、たまに上品に振る舞ってやる、くらいでいい以前の私は、 妖精騎士の役職を与えられてはしゃいでいた子供だった。お母様がどうして私に役職をくれたのか、トリスタンがどれほど優れた騎士だったのか、分かってなかった。何もできないまま死んだのは当然だ。言い忘れてたから言うけど、この姿は妖精騎士として再起したものだけど、 水着でもあるから。休憩がてらビーチに行くことになっても、それは自然な流れってこと。いいな。呪いを持って呪いに勝つ。私の霊気に刻まれた属性は変えられなくても、それが武器になるなら万事オッケー。毒と呪いは使いよう。 私という鉄椎をうまく使ってね、マスター。ねえ、ここまで強くなって、ここまで腐れ縁になってから言うの、タイミング逃した気しかしないんだけど。このまま続けるよりはいいから、聞く。私は改心とかしないし、いい子にはなれないし。 呪いがライフワークだし、どこまで行っても残酷で、わがままで、最悪なままだけど。あたし、あなたのサーバントになれたかな。妖精騎士トリスタ、出るぜ。見とれるなよ、マスター。汚い血でオキニのヒール汚したくないのだけど。 ま、仕方ないか。私の相手をしてくれるのありがとう。泣くほど後悔させてあげる。本の方が刺激的なんだけど効率的な拷問はと。騎士らしいセリフ、セリフと。もっともっと見ていてお母様 意欲湧いてきた血祭り最高一緒に来て、ぐさっと行こっか溜まっちゃったなら出さないとね <laughs> 何が欲しいか当ててやるよくれてやる逃がさない泳いできたらち、ち、め 死の海でね潰れて溺れろケットパイル串刺し貼り付けキャッチ楽しいでしょクー・フェイル・ノート整えてやるよ。<laughs> 見っこけるハンマーそろそろどく。 不人気だから返品ねその姿がお似合いよいるいる弱っちいのがうじゃうじゃと自分のレベルわきまえてたもう何もかも手遅れだけどねほーらほーら豆粒みたいにかきまわれーああ、かわいそう。弱いって惨め。 だーれも助けてくれないなんて。そろそろ楽になっちゃえわ。イースター・フェイルノートもう呪いとか飽きちゃった。ザコ相手に憎いも嫌いもないものね。さあ、解放してあげて。アンチカース・フェイルノート次は、必ずふん。<laughs> 敵が強いんじゃない。私が弱かった。それだけ。力を上げて再戦させて。少しだけ、近づきすぎたわね。トリスタンを見習わなくっちゃ。よし勝ち当然よね。100%本気の私したもの。見てたマスター。これで終わり まだ罵倒したりないけど。ま、帰ったらいくらでもできるか。ありがとう、マスター。おかげでまだまだ強くなれそう。えちょっと引かないでよ。私が礼を言うの、そんなに変 二番手に収まるつもりはありません。もっと強く、もっと多くを貢いで。この呪いを飲み干せるくらいになるまで、強く。見てろよ。妖精騎士はこの程度の器じゃない。私の怪我した一心は、私の手で払ってやる。 最新の巫女。雨の国の魔女の弟子。申請した妖精騎士。色々変わったけど、最後やっぱりこれにしよっと。ねえ、そこの物好き。ちょっとビーチまで案内して。あれだけやりたい放題しておいて、まだ一度も泳いでなかったからさ。 青い海とか気持ち悪いけど。ま、おもちゃがいるなら楽しいかも。だし。